行くぜ。よし。ってやつか。なかなかいい趣味してるぜ。トリニティ、一応認可を受けた店ですね。なるほど、ここはテスタメンツのたまり場か。何用だ。君たちは先ほどはどうも。一応営業してるみたいだね。邪魔させてもらうよ。抜け抜けと。何の用だ。返答次第ではただでは返さん。さ、先ほどの借りもまとめて返させてもらう。待て。あ、バス。なぜ止める。ここは聖域、余計な雑音を立てるな。マジ、どうする。うん、そうだね。いいんじゃない、ここに通しちゃっても。わかった。どうも。なんだこのノリは。で、何、警察はお呼びじゃないって言ったはずだけど。そちらに用がなくてもこちらにはあってね。君たちに少しばかり捜査に協力してほしいんだ。うん、捜査ね。言っておくけど、ヴァイパーと決着をつけるのをやめるつもりはないよ。近所の住民には迷惑だろうけど、まあ我慢してもらうしかないよね。別に君たちの争いを止めに来たわけじゃない。君たちが本気で潰し合おうとしている理由、それを聞かせてもらいに来た。へえ。それは口を出すな。全てワジに任せる。その様子だと本当に何かあるみたいだな。どうか聞かせてくれないか。あのさ、それを知ってどうするの。
警察の対応が不十分なのは認めるよ。理由を知ったからといって君たちに協力できるとも限らない。人を守るのが仕事だっていう遊撃士と同じわけじゃないからね。おい、ちょっとロイド。やれやれ、お話にならないな。ギブアンドテイクなしに情報だけを引き出すつもりかい。いや、ギブならあるさ。え？捜査官の仕事は闇に埋もれた真実を明らかにして人と社会に光をもたらすこと。少なくとも俺はそんな風に教えられてきた。もし君たちがほんの少しでも疑念という闇を抱えているのなら、それを晴らす手伝いはできると思う。それが俺たちの提供できるギブさ。こりゃまた、いいね、すごくいいよ。そんな臭いセリフそうそう聞けるもんじゃない。ロイドって言ったっけ。いや、気に入っちゃったよ。別に受けを取るために言ったんじゃないけどな。それで本気で潰し合う理由教えてくれる気はあるのか。まあいいか。あんな決め台詞まで聞かされておひねりを出さないほどケチじゃない。アッパス、教えちゃっていいよ。わかった。名乗っていなかったな。俺はアッパス、テスタメンツの一員だ。な、ああよろしく。ことの発端は5日前の夜だ。うちのメンバーの一人がこの近くの裏路地でバイパーどもの闇討ちにあった。闇討ち？そのただの喧嘩ではなくて。喧嘩なものか。後頭部に一撃食らって倒れたところをめった打ちだぞ。一方的な襲撃だ。やられた奴は病院に運ばれている。その容体の方はどうなんだ。病院からの連絡ではまだ意識が戻らないらしい。手当ては済んだようだが頭を打ったらしいから。そうか。あの、やっぱり警察には届け出なかったの？伝えたところで我々のために動くとはと。それに犯人は明確だ。報復の邪魔をされては困る。そう、待ってください。襲われた人はまだ意識が戻ってないそうですけど。ならどうしてその人がサーベルバイパーに襲われたと分かったんですか？そういえばひょっとして状況証拠だけなのか。まあそこまで僕たちも短絡的じゃないよ。何せうちは連中と違って知性派で売ってるらしいからね。たかが不良に知性派ってのもどうかと思うけど。マジ？僕たちが彼らの仕業と断定した理由、捜査官の君なら見当がつくんじゃないの？そうだな。
そうか、わかった。襲われたメンバーの傷跡が瓶を。さすがだね。傷は主に打撃によるものだったが、同時に裂傷も目立っていてな。まるで固く尖ったもので引き裂いたような感じだった。打撃による傷跡と固く尖ったものによる裂傷。なるほど、連中が持ってた釘付きの棍棒か。確かに犯人の目星としては決定的かもしれませんね。話は大体分かった。ありがとう、参考になったよ。それはいいけど、何？その情報だけでいいの？報復はやめろとか改めて言ったりしないわけ？個人的にはもちろん止めたいところだけど、今はまだ判断材料が少なすぎる。なるほど、あくまで捜査にこだわりたいのか。わかった、せいぜいご期待に添えるよう面白い話を持ってくるさ。また来たのかよ。だからお前らみたいな警察とバルドさんが話をするもんか。とっとと帰れよな。困ったな。というか不良にしては随分可愛らしい小僧だな。ねえあなた、お名前は？俺？リーノだけど。そう、リーノくんね。リーノくんはここで不審な人間を見張っているのかしら。そうさ、バルドさんに頼まれてテスタメンツどもが入らないようここで見張りをしてるんだ。別に他の先輩たちに押し付けられたんじゃないからな。なるほど、立派な役目ね。でも私たちはテスタメンツの一員じゃ。だったら案内してくれてもいいんじゃないかしら。だけどさっき先輩たちと戦ってたし、そんな奴らを案内したら戦ったといってもあのくらいあなたたちにとったら挨拶みたいなものでしょ。あなたたちのリーダーだって気にしていないみたいだったし。でもそれでも信用できないのなら。おいエリーさん、私の銃をあなたに預けてもいいわ。大切にしているものだからちゃんと返してほしいけど。いいよそこまでしなくてもさ。バルドさんに聞いてくる。絶対に入ってくんなよな。やれやれ、大胆だね。びっくりしました。すごいな、エリーは。あんな交渉の仕方、俺にはとても無理だよ。
匠は結構慣れているから任せて。でもあのバルドって人には通用しないと思うわ。ワジ君の時みたいにあなたが話した方がいいと思う。なあ、バルドさんがお呼びだ。入ってもいいけど、変なことをしたらただじゃ済まないからな。ありがとう。それじゃ。ここは耳障りですね。なるほど、ライブハウスか。イカした場所をたまり場にしてやがるな。待ってたぞ。こいつらよくも抜け抜けと。わざわざ袋にされに来やがったのか。どうやら青坊主どもからは一通り話は聞いたみてえだな。それでどうした？俺たちを逮捕しに来たのかよ。いや、捜査に協力してもらいたいだけさ。君たちが本気で潰し合う理由。おい、どういうことだ？テストのうちの事情聴取で理由は分かったはずでは。真実は見ている人間によってさまざまな姿形に捉えられる。だからいくつもの証言を照らし合わせてみないと。ほんとそれも捜査官の仕事だよ。なるほどね。情報の多角的分析が必要ということですか。素直に俺たちを悪役にしとけば話は簡単だったのによ。バルドさん。なあ、警察の小僧、仮にお前らの知りたい情報を俺たちが持っているとして、それを渡す見返りに。それはどうやらあんたには真実じゃ不足みたいだね。当たり前だ。俺はな、とにかく暴れられりゃいいんだよ。この血のたぎりをスカッとさせてくれるんなら何だって構わねえんだ。俺たち全員相手に勝てりゃ何だって話してやるよ。ダメだ。正当防衛ならともかく俺たちに死闘は許されない。おいおい、アマちゃんなことを抜かしてんじゃねえよ。喧嘩は嫌だってんのか。そうだな、そのこいつら。ちょ、マジっすか。さすがにそれはまずいんじゃ。うるせえ、黙ってろ。なに、2時間くらいどこかに行ってくれりゃいい。そうだな、もう一つ一対一の対話、あくまで練習試合の名目だ。俺がしのいだらあんたが知ってることを洗いざらい喋ってみた。そんな思考はどうだ。ちょっとおいお、アホかお前。そこの赤毛ならともかくどれだけの体格差だと思う。これでも捜査官だ。それなりに訓練を受けている。町のシンデラクズ、遅れを取るつもりはないさ。よそうだよ。まさか奴以外にこの俺様に怠慢を売る大バカ野郎がいるとはな。いいだろう、小僧。サーベルバイパーのヘッド、
バルドバレスのお肉だけしのげるもんならしのいでみやがれ。とっとと来いや。さあかかってこい。よし、セット。おら、俺の番だな。やっと俺の番だな。さあ行くぞ。おら、任せてくれ。決戦が近づいてるし、このくらいで勘弁してやるぜ。そりゃありがたいね。それで話は聞かせてくれるのか。5日前の夜のことだ。うちのメンバーの一人が青坊主どもの闇討ちにあった。ここを出てすぐの場所だ。それって奴らも似たようなことを言ってたんだろうが、こちらに言わせりゃどんな言いがかりってもんだ。俺たちサーベルファイターは
武闘派で鳴らしている。闇討ちなんて汚ねえだね。するわけがねえだろうが。その闇討ちになったメンバーはどのくらいの怪我だったのか。打撲による骨折で全治1ヶ月の入院だとよ。そうか。しかしテスタメンツの連中にやられたってのは確かなのか。意識が戻ってるのなら目撃証拠はあるんだろうが。まさか見ていないのか。まあな。だが青坊主どもをやったのは間違いねえ。いきなり遠くの方から石が飛んできたらしいからな。石ってテスタメンツの人が使っていたスリングショットですね。ああ、それを食らって倒れたところをタコ殴りにされたらしくてな。あとは気を失ったらしいな。話は終わりだ。さっきも言ったように細かい事情はどうだっていい。青坊主どもと奴とケリがつけられるならもう何だっていいんだよ。邪魔するってんだろ。いいぜ青坊主どもと、まとめて叩き潰してやるからよ。挑発には乗らないさ。捜査協力感謝する。いろいろと参考になりそうだ。何か判明したら一応連絡させてもらう。まあ勝手にしやがれ。どういうことかしら。どちらのメンバーも闇討ちに遭っているなんて。どちらかが嘘をついている。そういうわけでもなさそうですね。どうしたの。まさかさっきの怠慢でどこかやられちまったか。ああ、いや向こうも手加減してたし大したことはないさ。ただ少し妙だと思ってね。妙。ああ、どちらも5日前の夜、違う場所で同時に襲われている。確かにそうだな。戦闘のプロ同士でもない限り普通なら考えられない状況だぜ。ではどちらかが先にやられてその報復のため動いたというのは。うん、それもおかしいわ。当然先に闇討ちした方は相手の報復を警戒するはず。この事件、何かがおかしい。必要なパズルのピースが欠けてしまっているみたいな。ふふん、お困りのようね。あなたはクロスベルタイムズの。ハロハロ、また会っちゃったわね。おっと、いい構図。肖像権侵害です。いやー、職業柄いい絵が撮れそうだと反射的にやっちゃうのよね。
記事の写真に使うかもしれないんだし、ケチケチしないでほしいな。なんだか面白い記事を書かれたみたいですけど。またそんな記事を書いて笑い物にするつもりですか。おかげであの記事結構評判みたいでね。それよりもなんだか今度は面白いネタに絡んでるみたいね。捜査中の情報を部外者に簡単に漏らせるわけないでしょ。それもマスコミの人間なんかに。もう釣れないな。せっかく美味しい東方料理をご馳走してあげるのに。デザートとして欠けたパズルのピースもね。なるほど、情報交換ってことか。その気があるなら東通りに出たところにあるユーロ飯店にいらっしゃい。お姉さん、先に一人で飲んで待っててあげる。そうそう、まだ名乗ってなかったわね。クロスベルタイムズの記者グレイス・リンよ。グレイスお姉さんって呼んでね。グレイス・リン、クロスベル・タイムズの記者か。うさんくさそうな姉さんだが、いろいろと情報は持ってそうだ。ここは誘いに乗ってみるか。ごちそうになるかはともかく、話を聞くだけは聞いてみよう。本部が当てにならない以上、少しでも多く情報が欲しいところだ。そうね、記者なら情報通でしょうし。ただ話しすぎないよう、こちらも気をつけておかないと。同感です。気を抜いたらどこまでもズーズーしくしてくるタイプかと。散々な言われようだな。
やっぱり来てくれたわね。ほら座って座って、お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何、僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞってこと？な、うん、俺は別に、おごってくれるなら喜んで。私も別に、貸しを作るのでなければ。まあ、そう、常識の範囲内なら問題はないと思うけど。潔癖症なのはロイド君だけみたいね。課題ばっかりだと捜査官として耐性しないぞ。ただし酒はなし。それならご馳走になります。なかなか美味です。しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって、こっちは仕事中なんだから、どこかでけじめはつけないと。はいはい、たくうちのリーダーは固いね。ダンディさんが柔らかすぎるのではないかと。そうね、さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのに、どこかまとまってるっていうか。褒めても何も出ませんよ。それより旧市街での事件に関しては、さっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか？もし嫌だって言ったら？グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘嘘、本気にしちゃやーよ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。え、そうそう、こっちは冗談だってば。パズルのピースでしょ、ちゃんと話してあげるから。まず前提として、あなたたちルバーチェって知ってる？な、その名前は。なんだ二人とも豆鉄砲食らったような顔。ルバーチェ商会、クロスベル市で認可された法人にそんな名前があったような。表向きは認可された法人を名乗ってるわ。だけどその実態は、昔からクロスベルの裏社会を支配しているマフィア。マフィア、犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが。
ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェはどうかしたんですか？うん、それなんだけどね、最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。どこか忙しそうっていうか積極的に動いている。それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど。マフィアが忙しそうに動いている。どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのももしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プンプンする。二つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた二件の闇討ち。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに？なあ、問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあってもマフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ？その場合、自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうな。うん、そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとバルドの二人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというと、なんとなくお互いを認め合ってるような。ほら、鋭いじゃない。私の知る限り、あのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。
もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど。そこに2年くらい前、あの和治君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとして返り討ち？そうそう、和治君が見えて格闘術をやってるみたいでね。目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな、二人とも人望は厚そうだから手下の暴走じゃなさそうだし。私としたことがサービスしすぎちゃったかな。他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。我が道を行くって感じの人ね。でも彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを。
おお、戻ったのか。不良どもの喧嘩ちゃんと止めてきたのか。課長、それなんですが。少し厄介なことになってきたかもしれません。ああ、なるほどな、課長。そうだな、この件に関してはお前たちに全て任せた。え、それはどういう。ここで引くもさらに突っ込むも判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチェの件に関してもお前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったらお前らは納得できるのか。マフィアの件に関してはそれだけ面倒くせえ問題なんだ。俺が上司としてまともな判断をするんだったら辞めるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ。ま、ここで打ち切りってのはちょいと後味が悪いかもな。そうね、いろいろと知ってしまったし。同感です。ま、そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら寝覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー。グリムウッド法律事務所。あれ、どこかで聞いたことがあるような。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のひげ面の弁護士先生がいる。パン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易商などの法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。ああ、クマみたいなヒゲ面してるからクマヒゲ先生なんて呼ばれている。あの先生ならマフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんか。な、それはすごいで。何者だよその先生は。ま、会えばすぐにわかるさ。前に俺が会った時に特務支援課のことは話している。お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ。
グリムウッド法律事務所ここがそうみたいね。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。なあ、それはいいが、しかし君たちのところはもう少し、なんとか少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。お前たちは、なるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもというわけか。え、そのバッジ、あなたもクロスベル警察の？私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐれも余計な時間を取らせるんじゃないぞ。お前たちのような役立たずと違って。なんだ今のは。どうやら本部の捜査官みたいだけど、いたけだかな感じですね。しかしあのメガネ、随分とやるみたいだったぞ。左脇のところにでかい獲物を吊るしてたな。そうなのか。よく気づいたわね。私もセンサーで感知しました。大型の軍用拳銃、そんなところでしょうか。ああ、多分そうだ。はあ、二人ともすごいわね。たまたまさ。それより、その先生を訪ねなくてもいいんですか。ああ、忙しいところ悪いけど、挨拶させてもらおうか。おや、忘れ物かね。おっと、これは失礼した。グリムウッド法律事務所へようこそ。今日は何か相談事でも。それとも仲間を集めて事業でも起こしたいのかね。何でもいい、ドーンと相談してくれたまえ。いや、そのですね、なんかすごい精力的なおっさんだな。この人は熊ひげ先生ですか。噂通りの方みたいね。おや、よく見れば君か。どこかで見たことがあるな。確かこの辺りに住んでいた子じゃなかったかね。覚えててくれたみたいですね。ええ、3年くらい前に近くのアパルトメントで暮らし、改めましてロイド・バニングスと言います。おお、そうか。道理で見覚えがある。ん？バニングス。お、ひょっとしてガイ・バニングスの弟さんか。
な、あ、はい、ひょっとして兄のこともご存知だったんですか？ご存知も何も。どうやら事情があってきたようだね。こんなところで立ち話もなんだ。そうそうそう、一応名乗っておこう。私の名はイアン・グリムウッド。この法律事務所で弁護士をしている。なるほど、君たちがセルゲイ君の言ってた特務支援課の新人だったのか。あ、そういえば最新のクロスベルタイムズも読んだよ。着任早々、なかなか頑張ってるみたいじゃないか。なんだか散々なことを書かれちゃったみたいですけど。しかし、そうか、あのガイ君の弟さんが警察の。あの、先生と兄はどういう。なあ、今の君たちと同じくたまに情報交換に来てくれたんだ。そんなことを一言も聞いてないぜ。ごめん、つい言いそびれててさ。それにもう亡くなった人だから。え、仕事中に殉職したんだ。ちょうど3年前になるかな。そうか、それでお前しばらくこの町を離れて。ガイ君のことは残念だった。私も個人的にあの事件のことは調べてみたこともあったが、残念ながら手がかりすら見つかっていない状況。そうですか。いや、今は兄のことはいいんです。それよりも先生、事情は先ほど説明した通りです。ルバーチについて何かご存知のことがあれば教えて。ルバーチか。彼らにまつわる黒い噂は多い。帝国と共和国にまたがる密貿易。そのどれもがクロスベルの特殊性を利用したものと言えるだろう。クロスベルの特殊性。近年ますます盛んになっている貿易業と金融業の発展、それと反比例するかのように脆弱極まる政治基盤ですね。そう、このクロスベル自治州の政治基盤は極めて弱い。多くの政治家は帝国派か共和国派のどちらかに属しており、利権をむさぼる者が多いんだ。そしてマフィアの暗躍を取り締まる法案が出されたとしても、彼らと癒着した議員に潰される。本当なのか。残念だけど本当よ。ルバージェの利権とつながっている議員は相当多いと言われているわ。おそらく警察が動けないのもそれが最大の理由でしょうね。
大人の事情ですか。それではルバーチェは実質上犯罪を起こし放題なんですか。いや、さすがにそれはない。あからさまな犯罪を放置すれば市民や周辺諸国も騒ぐだろうし。そう鷹をくくっているところもあるみたいだがね。そこまで。なるほどな。活気ある華やかな都市の裏側に魑魅魍魎のうごめく影ありか。機密レベルの高い情報をチェックしておきたいですね。まあルバーチェの基礎知識はだいたいそんなところだが、しかしここ最近少し風向きが変わってきていてね。どういうことですか。これはまだ警察の方でも掴んだばかりの情報らしいが、最近どうやらルバーチェの対抗勢力が現れたらしいが、それもかなり強力なので。対抗勢力、まさか遊撃士協会ですか。いや、対抗勢力といっても悪い意味ではよ。カルバード共和国の東方人会に一大勢力を構えている組織。その組織がこのクロスベルに進出し始めているらしいが。本当ですか。以前からそんな噂はあったが、どうやら事実だ。組織の名はヘイ。そしてつい最近クロスベルの港湾区にできたのがヘイユレ貿易公使という。ヘイユレ、いかにも東方風の名前ですね。しかしマフィア同士の抗争か。幸いにしてと言うべきか。まだその構想そのものは表立っては始まっていないらしい。しかし近いうちに何らかの形で暗闘。捜査一課って、もしかして先ほどこちらを訪ねていたメガネの男性は。ああ、捜査一課に所属する。ちょうど今話していることと同じような話をしに来たのさ。そうだったんですか。ロイドさん、どうしたんですか。そんな難しそうな顔をして。ひょっとして何か気づいたことでもあるのか。ああ、まだ完全にはまとまってはいないけどね。先生、ありがとうございました。先生の情報のおかげで解決の糸口が見えた気がします。そうか、それは何よりだ。セルゲイ君には世話になっているし、君たちのことは個人的に応援している。それでどうするの。考えをまとめるんだったら支援課に戻りましょうか。そうだな。その前に他に片付けたい用事があるなら済ませて。俺が考えていることが事件の真相だったとしたらかなり面倒なことになるはずだ。なんだかんだ言って自信があるみたいじゃねえか。そういうことならとっとと他の用事を済ませて支援課に戻るとするかね。はい、急いで片付けましょう。
やるか。よし、これもう、よし、よし、やるか。なんだこれ。Thank you.
あれは何か書かれてるわね。野暮用で出かけてくる。例の件は好きにやってみろ、セルゲイ。課長は留守か。あのおっさん、面倒になってとんずらしたんじゃねえだろうな。その可能性は否定できませんね。まあまあ、好きにさせてくれるならそれはそれで助かるじゃない。それでどうする？早速事件に関するミーティングを。ああ。それじゃあ早速、事件に関する情報を。発端は、5日前の真夜中、サーベルバイパーとテスタメンツのメンバーが、場所は旧市街の別の2カ所、ここと、ここになる。西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所。で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってことか。こうして見ると旧市街の反対側同士ですね。ああ、同じ夜に起きてもすぐには分からなかったはずだ。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至るというところかな。やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜ。どちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限り、どっちの犯行も不可能だろう。なあ、この段階で2つの犯行を第三者の仕業だと仮定してしまっても構わないと思う。そうね、少しずつ可能性を絞らないと前に進めないし。で、その第三者として上がってきた名前があるわけね。ああ、ルバーチェ商会。クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば、半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど。まずはルバーチが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう。
そうなるとやはり問題は動機ですか。ああ、それが問題だ。逆に言えばそれが明らかにならない限り推理は、うん、動機ね。利害の絡みそうにないマフィアと二組の不良集団、それら三つの点を結ぶ線があるはず。ねえロイド、見当はついているのでしょ。まだ確信があるわけじゃないけど、三つの点を結ぶ線考えられるとしたら、可能性があるとすれば現実的なのは、ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた。確かに可能性としては一番ありそうな気がするけど、でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。点同士が線で結ばれるのは何らかの必然性となると、兵ゆえ絡みでマフィアが二組の不良集団を襲う。そうか、これなら説明がつくぞ。なんかひらめいたか。必然性の話だよ。ヘイウェイのクロスベル進出を受けてルバーチ側がすることといえばなんだ。それは単純に考えれば戦力増強だろう。兵隊の増強と武装の強化、どちらも欲しいところだよな。マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが戦闘員の方はどうだ。そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど、ううん、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から注目されすぎている。不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも同じこと。ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として不良どもってことかよ。なあ、血の気が多く、しかも統率されている若者たち、この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいるとしたら。なるほど、あのワジ君は間違ってもマフィアに協力しそうにないし、あのバルドさんもお山の大将で痛いタイプ、とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜するなっての。うん、私もかなり的を射ている推理には無理がないし、状況的な説得力もあるもの。伊達に捜査官の資格を持ってはいませんね。ありがとう。それでさ、この推理あの二人にも伝えた方がいいと思わないか。あの二人って、おいおい、まさか。そう、バルト・バルスニー、ワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイバーとテスタメンツのヘッドたちさ。駅前通りの外れにある資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えばこんな夜中に警察のガキどもが。一体何様のつもりだ。最終列車ってところじゃない？ワジ！やあ、
こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたように輝いているよ。てめえ。警察のガキどもをかたって俺をはめたってこと。そういうことなら話は早え。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としてはそれでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。何？ほら来たみたいだよ。てめえら。すまない、二人とも待たせてしまったみたいだな。お招きに預かり光栄至極。約束通りさぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。面白いかどうかはともかく興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか。ちょっと待ちやがれ。面白い話だ。一体何を言ってやがる。バカだな君は。5日前の夜、旧市街で起こった2件の傷害事件、その真犯人の目星がついたって話に決まってるじゃないか。驚いた。あなたの方も疑っていたようですね。まあ僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみるとどう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか。だったら話は早そうだ。バルド・バレス、いろいろ特進なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後。手短に話せ。もしくだらない話だったらその後。これが現時点での情報を組み立ててみた推理だ。率直な感想を聞かせてほしい。マフィアなんかにそこまでコケにされてたとは。それじゃ今の話納得してくれたのかしら。納得も何も。前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。いい目を見させてやるからうちの下で働かないかってね。もちろん鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。バルド、君のところはどうだい。やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの。ああ、一月くらい前にな。あまりに舐めた話だったから脅しつけて叩き出してやったが、まさかここまで舐めた真似をしてくれるとはな。ラジー、てめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやな。ちょっと打点低すぎです。落ち着いてくれ。下手にそんなことをしたら本当バカだな。何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろう。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。あのね、君はいいとしても君の可愛い舎弟たちまでそれに巻き込むつもりかい。ならてめえはどうなんだ。ここまでコケにされて仲間を得られたままでおめおめと引き下がれんのか。
そんなわけないだろう。今回の件、関わってるのはマフィアでもごく一部のはずだ。なら、そいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。報復もできないくらいきっちりと筋を通した上でね。バルド、君にも協力してもらうよ。お前、ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ。あんまり不穏なことは。ああ、心配しなくても君たちにも手伝ってもらうから。君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めてやる必要がある。どう？違うかい？どういうこと？よくわかりませんが、なんかロイドのやつ取って食われそうだな。あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。3日が過ぎた。一触即発だった不良たちの争いはそれから一度も起こることはなく、旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。そしてち、静かなもんだな。あそこまで仕込んだのにどうして潰し合いが始まらない？最後の一押しが足りんだけさ。導火線に火がつけば勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテストマンス、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。狩りの始まりだ。時間はない。とっとと痛めつけろ。ただし殺さない程度。悪く思うな。させるか。何？まったく、まさかここまで見事に引っかかってくれるとはね。こいつ現行犯逮捕と行きたいところだけど、微妙におとり捜索採取、今回は観念するしかないか。こいつまさか。警察官に。彼はあくまで好き。おうおう、本当に引っかかるとはな。なかなかの人ですね。ロイド、大丈夫？ああ、無傷だな。念のため防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。
まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうする？お兄さんたち、この場で投降するなら多めに見てもいいけど、それとも今度はあんたたちが駆られてみる？二手に分かれるぞ。待て、二人ついてきて。おい、ロイド、どうするの？ランディ頼む。エリーとジオはもう一組の方を。合点しよ。了解です。まさか腰抜けの警察。こうなったら一旦戻って応援を。待て、しっかり若頭にでも知られちまったら。まあいい、とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ？なっ、いつの間に。次で、ええ、あとはロイドたちの方ね。チッ、間抜けか。仕方ない、抜け道を使うぞ。ご苦労様。いつの間に。くそ、下だ。ここまでだ。飛んで火にいる夏の虫ってやつだな。鬼ごっこは終わりだよ。そろそろ観念したかい？ガキどもがいい気になりやがって。俺たちプロを本気にさせたことをせいぜい後悔させてやる。どうやら一戦交える必要がありそうだね。君たちの縁も期待してもいいのかな？そっちこそ足手まといになるなよ。来るぞ。とっとと終わらせるぞ。おっしゃ。俺の番だな。僕の番か。行くよ。俺の番だな。俺の番だな。さあ、行くぞ。だー、おっしゃ。行くよ。よし。やっと。行くぜ。こいつはどうだい？はは、クリムゾンゲイル。行くよ。行くよ。行くぞ。行くぜ。
まあこんなもんかね。ガキどもが。さすがに手強かったな。最新の軍用拳銃を使ってやがったな。多分帝国製だ。密貿易で扱っている武器の一部ってところかな。それにしても君の演技もなかなかだったね。あの倒れ方、どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら協力しないわけにいかないだろ。おとりなんて役目、他の誰かにやらせるわけにはいかないしな。まあそれでヤバいおとり役を買って出るんだからな。お人よしっつうか、利用されるタイプっつうか。悪かったな。そんなお人よしじゃこの先大変だと思うけどね。まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。え、ともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。君たちの協力に感謝するよ。に乗りやがってやっちまったな。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うなよ。こいつらうわ、どうやらお仕置きが足りなかったみてえだな。全員サンドバッグみたいに吊るして血だるまにしてもいいんだぜ。待ってくれ、さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎは良くない。このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない？お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に返り討ちにあったなんてみっともなくて上には報告できないよね。ふざけろ、その気になればいくらでも。いやー、さすがにここが引き時じゃないかしら。グレイスさん、どうしてここに？実はこの数日君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通りいろいろやらかしてくれるじゃない。なかなか面白い記事が書けそうだわ。てめえ雑誌社ごときがルバーチェ相手に。まあうちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。でもこれ以上みっともない真似をしたらどうなるかわからないわよ。いや、いいだろう。だがもし約束を破ったら。わかったわ。あ
なたたちこそこれで手打ちっていう約束はちゃんと守りなさいよね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。実はこの件、アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんですって。そんなまた手のひらの上ってか。みたいですね。バカバカしい。アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はね。引き上げるぞ。やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど、あそこまで効果てきめんとはね。気に食わねえな。まあいい、今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き上げるぞ。オス。君たちもお疲れ様。これにて任務無事完了かい？ああそうだ、もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、ま、今後はもうお互い争わなくて済むだろ。え？何言ってるの？え？マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。お互い目障りというのは変わるわけ。全員揃っての潰し合いはさすがにやらないだろうけど、まあ普通の喧嘩や小競り合いはこれからも続けていくだろうね。ちょ待ってくれ。大ごとにしたくなければまた介入してきたらどうだい。君たちなら大歓迎さ。冗談には聞こえないんだけど。それではいい夢を。行くよ。聖戦終了、撤収せ。よう。懲りない人たちですね。まあ血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。そうみたいね。まあ今回の件に関しては解決でいいんじゃないかしらね、ロイド。ああちょっとばかりすっきりしない気分だけど。自分たちの力だけで解決できた気になれんな。小さいわね。必要とあらばためらわずに他人の力も借りてより大きな真実をつかみ取る。それができてこそ一人前の捜査官じゃないの？あなたのお兄さんみたいな。なっ。お姉さんも撤退しようかな。そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。
おやすみなさい。お前の兄貴結構知られてるみたいだな。なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけはピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。支援課に戻ってセルゲイ課長に報告。話は分かった。ま、新人にしたらこんなもんだろう。次似たような事件がありゃもう少しうまく裁けるはずだ。はい、結構厳しい。しかし今回の一件でお前らにも見えてきただろう、このクロスベルって場所の厄介な側面が。それはまあ確かにちょいと面倒くさい場所みたいだな。さまざまな暗部やしがらみ、大人の事情の温床って感じです。そうね、警察本部の連中だって決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが、多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。マフィアの利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだロイド、警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきたか。いいえ、そんな事情があっての特務支援課でしょ。ほう、人を守る遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に違法な武器取引、盗品売買にミラロンダリング、そしてマフィアと政治家の癒着、どれも遊撃士が直接的には介入できない問題です。確かに、支えるコテの力にも限界はあるということですか。でも警察なら本来それが可能なはずです。現実としてさまざまな壁が立ちふさがっていたとしても、そうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。なるほど、ここならその可能性を見出せるかもしれない。つまりそういうことね。ああ、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど、ただどんな可能性もゼロではないのは確かです。やれやれ、不良のヘッドと怠慢張ったり、危険なおとり役を買って出たり。別に熱血ってわけじゃないと思うけど、でも今回みんなと一緒に仕事をしてて改めて思った。お互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて。なんつうか臭すぎです。そんな笑わなくても。さすがに夢見すぎですか。ま、いいんじゃねえか。
特務支援課が設立されたのはいろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかはお前たちの自由っちゃ自由だ。な、俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお依頼さんに睨まれないよう煙に巻くくらいはしてやるよ。課長要するに放任主義ですか。ったく、話が分かるんだかいい加減なだけなんだか。というよりただ面倒なだけでは。ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか、それとも新たな可能性を見出すことができるのか。俺はタバコでもふかしながらせいぜい眺めさせてもらうぜ。さすが皆